皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますが、本日ご紹介するのはこちら、ドッスンということでやってまいりました。例の配信者泣かせなネームの商品ですね。本日ご紹介するのはアンバーニック社さんから出ています RG キューブ WX になります。こちらは RG キューブ WX を製造販売していますアンバーニック社さんの提供でお送りいたします。本当にいつもありがとうございます。ということで今回も昨今のアンバーニックのね、流行りである WX シリーズのご紹介になります。最近アンバーニック社は人気のある筐体が出るとその筐体の廉価版としてチップセット H700 を使った性能が低いんだけれども結構よく動くよというようなシステムに内部入れ替えて再販するというのが流行りになってます。で今回も WX シリーズということでそのシリーズになっていますんで、よかったら一つの参考にしてください。それではね、早速開封していきましょう。ドン。今回は何色送っていただいたのかな。今回ブラックですね。前回も RG キューブの WX が付いてない方はブラック送ってもらってるので、外観は比較ができますね。わかりやすいぐらいで、いつも通りの本体見えてるけど、流行る気持ち抑えて下見ると、あ、これ保護シールついてないパターンだ。多分ほらね、保護シールついてない時あるんです。でマニュアルが入ってて、いつも通りの中 A ですね、流れ星システムになってます。ただし気をつけないといけないのは、先ほどお伝えした通り今回は WX シリーズなので、前回の RG キューブは Android ゲーム機になってるんですが、今回は Linux 形式になっているので、そこはご注意ください。で、これは充電用ケーブルだろうね。多分ね。そうですね。こちらは充電用ケーブルになってます。USB-C2A になってます。さあ、それでは RG キューブ WX 見ていきましょう。いや、重さとかキューブそのままやけどな。では行きまーす。ドン。おー、全く一緒だ。あ、ファンなくなってる。当たり前やね。いや、俺ファンつけてるかなって思ったんだ。意外にちゃんとやってんねんな。もう俺そのまま側使ってファンのプラのままで、実は僕ファンついてないと思ったんです本当は。それぐらいで来るかなって思ったら、なんとちゃんとファンなくしてる。まあ、ここね、背面部分だけ作り変えてるとは思うんだけれども、でもマイクロ SD カードスロットも違うはずやな。少しその辺も見ていきましょう。違いね。ということでこちらの方が RG キューブ WX になっています。相変わらずデザインはかっこいいね。これは一つの、なんていうかな、正方形液晶のアンバーニック社の完成形じゃないかなと思うね。まあ、これね、背面に本来ならファンついてるんで、チップセット変えてこの形で出していくっていう流れもあるでしょうね。WX シリーズは廉価版の方の流れだけれども、上位の方にやっていくっていうのも対応ある程度はできる本体になってるんじゃないのかなと思います。では多くの方がね、気になる前回のノーマライズな RG キューブと比べるとこんな感じ。あ、ちょっと待って、あ、ここ上下変わってるわ。面白いことやってるね。あ、しかもファンクションキーも変わってる、ちゃんと。ってことはこれ後ろだけじゃなくて前ももう作り変えてんねや。よく見るとですね、改善点もあるね。これアナログスティックとボタンが遠くなってる。これ縦大きくなってんのかな、もしかしたら。一緒に見えたけど、元祖の方が 8.64 センチ。 あ、大きいわ。 9.02 だ。8.64 だから 0.4 センチでかいわ。これなんでなんやろ。だってノーマライズの方がファンあって、こっちの方がファンないのに、小さくならないとおかしいのに、どっちかっていうと、なぜ縦に大きくしたんだろうか。これは不思議だね。もしかしたら、無理くりなんか基板をキューブ用に作らんと、も、ドーンとこっち持ってきて、逆に大きくしないといけなかった可能性はあるね。基板の方を改変するんじゃなくて、今ある既存の基板を使えるように本体を大きくした、大きくなったって可能性はあるな。まあ、一回りって言い方でいいのかな。ちょっと縁取りぐらいは大きくなってるわこれ。実際手元まで来ないと気づかないポイントだね、ここが離れてるっていうのはね。でボタンも変わっ
ってる、まあ、これはレトロイドのランチャーボタンですからね、必要ないよね。で、戻るボタンがファンクションキーになってる。上見てみましょうか。全然違うわ。まあ、まず排気口がなくなってるよね。で、USB-C はあると、充電用の。で、HDMI が逆にあるんだね。今回の WX の方が。で、音量ボタン、電源ボタン、これもリセットボタンだよね。は、上にありますと。で、Android の方は 3.5mm ヘッドホンジャックとマイクロ SD カードスロットですよ。RG キューブのじゃあ電源と音量どこやったっけ？横か。あ、横だね。横と上で変わってるということで、これぐらいの違いがあるね。で、こちらの方が底面ですね。下が WX の方。3.5mm ヘッドホンジャックが下に来てますね。で、Linux 形式なんで、マイクロ SD カードスロットが2つと、ここに来てます。で、面白いのが、サウンド穴が、デザインは一緒になってるんだけれども、Android の方が太いですね。Linux の方がちっちゃいね。でもこれ、分厚さは Linux の方が薄いんじゃないのかな？ノーマルキューブの方の分厚さが 1.81。Linux の、まあ、今回の WX の方が、どん。1.85。そうだね。ちょっとだけ、Linux の方が太いね。あ、俺薄いって言ったけど、太いんだわ。あ、しかも高さ全然違うわ。あ、そうか。そうや。あの高さ先違うかったもんね。同じ黒なんだけれども、質感がね、全然ちゃうね。これ光の反射でわかる。ほら、これわかりやすいね。今回の WX の方が、どうなんだろう。色自体がグレーブラックなのか、それとも塗布の仕方がエンボスが非常にこうザラザラした感じで、光をより多く反射して白っぽく見えてんのかわかんない。これわかりやすいね。こっちの方が真っ黒だよね。でもこっちちょっとグレーに見えるよね。実際僕の目視もそのように見えてます。うわぁ、ここまで違うんやなぁ。本体左側は一緒。裏面は先ほど見てもらった通り、ファンがあるかないかの違い。あ、あとネジ穴も違うね。ここに来てるね、ネジ穴が。キューブの時はここ4つなんだけど、6個になってますね。だからこの辺になんか集中していて、もたっとしていて、ネジを持ってこないとうまいこと締まらなかった可能性はありますね。ネジをわざわざ Linux の方が増えてるという。もしかしたら中の基板も通して支えてるのかもしれないですけれども、かなり違いがあります。似て非なるものでした。さあ、それではね、ボタン系一個一個見ていきましょう。メインのやつボタン。僕が好きな感じですね。かなり反発が強くて、押し込む時の抵抗感みたいなものも強めです。前回のキューブと比べると、全然違う。全然別物。これは個体差なのかはわかんない。僕に送られてきてるものは確実にキューブよりも強いです。WX キューブの方が。ボタンの遊びはアンバーニック社にしてはある方だよね。いつもはもっとガチガチに止めてるけど、むちゃくちゃ遊ぶわけじゃないけど、押した時にカチャカチャって言わないでしょ。でも一応アンバーニック社にしては少し動くよという感じ。ストロークはかなり高め。しっかりと押しごたえがあるので、高級感があって、僕は好きです。で、抵抗感が強い。結構ね、視聴者の人に聞くと、ここ硬いの嫌やねんっていう人多いんやけど、僕はこっち派なんだよね。で、D パッド。これね、形すごくいいんだけど、前はね、格闘ゲームでね、いまいちな結果だったんだよね。確か。これ押し込みがあるからなんだよね。実はここに芯が入ってれば、このコントローラーってとてもいいんだよね。セガサターンとかは、これ真ん中に芯があってこの形だから、この形の D パッドなんかでも格闘ゲームで技が出るんだけど、これ全体が沈んじゃうんだよ、こうやって。なんかここはもったいないってことだよね。もうこれどうしても高いんだろうね、真ん中に芯置くと。あ、逆に D パッドはすごくね、柔らかくなってる感じがある。キューブの方が硬かった。これはだからさらに格闘ゲームは厳しいんじゃないのかな。とても柔らかくなってます。だからこっちとこっちがなんかゴムが反対になったみたいな感じ。だってもうこの時点ですでになんか横に滑ってる感じがせえへんもん、もう。もうここ押すと全体がもう下がってる感じわかる？こういう感じで。これはもう格闘ゲーム多分絶望的だろうね。もう今こうやっても右行って下行ってって感覚がないんだよね。まあこれでもし技が出たらそれはもう奇跡だよね。で、アナログスティックはとてもいい感じ。大きく見えるんだけれども、実はとても小さいボール型になっていて、可動範囲はすごく少ないです。で、今回のキューブの WX は、あまり動くゲームね、そこまでドリームキャストとかがギリギリ動くぐらいの感じなので、アナログスティックを対応するのはないので、これでいいんじゃないでしょうか。あとは入力の精度だよね。格闘ゲームで使えるか見ていきましょう。で、押し込みもありですよということだね。で、上面 LR は、
うん、ムニュムニュだね。パチパチかなと思ったけど、ムニュムニュしっかりと押す感があって、ゴムを押してる感があります。少し固めかな。前のノーマルキューブはカチカチ。今回のダブル X は、ムニュムニュ。で、こちら、トリガーの方もボタンになってます。L2、R2 も。これを何 ?LB、RB ってやったっけ?よい。いろんな本体でいろんな言い方があるけど。ボタンになってるね。だからこの辺は、ドリームキャストがギリギリ動くので、トリガーでやるレースゲームとかは、アナログ入力はできなくなるということだね。こっちは精度が高いので、ノーマルキューブの方はちゃんとトリガーになってるんだけれども、その辺はなくなってますよということだね。見た目はよく似てるんだけれども、ボタンになった。まあ、十分じゃないかな。逆に格闘ゲームとかここでボタンにしたい人はこっちの方がいいだろうね。でもね、結構押し心地は面白いよ。しっかりしてる。なんかまるでね、RG キューブの方から見ると劣化したように感じるんだけど、でもここ単体の LB、RB、L2、R2 としてはとてもね、押しやすいです。クッションがね、少しきつめで硬いというわけじゃないんだけれども、なんかベコベコっと下がっていく感じじゃなくて、ズシーン、ズシーンっていう感じで指が降りていく感じ。そこまでズシーンってほど重くないんだけれども、しっかりと抵抗があって、僕これ好きだよ。これありやな、これ。うん、僕この L2 好きな感じ。面白い感じあるね。で、やっぱり Q はこのグリップ感だよね。ここのグリップ感がしっかりして、ここにね、滑り止めのゴムがあるので、持ちやすいし、さらにここでキュッと止まる感じが、やっぱりいいよね。収まりがね、手の。という感じですね、ボタン関係は。それでは、軽く、まあ、先、高さ測ったんで、横だね。横は僕のノギスの方は届けへんので、ざっくりこれで見ていきますね。だいたい 15.6 ぐらいかな。一緒ぐらいだと思うんだけどね。ノーマルキューブの方が15。いや、ノーマルキューブの方が横も多分ちっちゃいな。ちょっとだけやけど。いや、多分やで。多分。1ミリ、2ミリの差やと思うけど、多分そうだと思う。で、厚みは、さっき見たよね。厚みはだからこっちのが太いんだよね。少しね。で、重さだね。普通でいけば、リナックスの方が軽いよね。ファンないからさ。はい、リナックスの方が、あ、こっちで測ろうか。これまずリナックス、ダブル X の方ですね。239。で、正味のアンドロイドの方。255。まあ、これはそんなもんだろうね。ファンの分の重さ。あとは当然、基板もこれ中変わってるだろうから、その違いもあると思います。はい、という感じです。それではね、早速、電源入れていきましょう。システムはね、もう一緒だと思うんだけどね。え、ということで RG キューブの電源入りました。なんかおしゃれなってる。ああ、とてもアイコンこだわったね。これシステム関係も変わってんのかな?これらおしゃれなってるわ。上下になんかレーザーみたいなのが出て、で、アイコンもかなりおしゃれになってますね。しかも音がすごいね。シャコンシャコンって言って。それではね、ゲームデータも入れて準備ができたので、各種システム関係見ていこうかなと思います。まずは大丈夫とは思うんですが、こちらミニ HDMI ポートがありますので、映像出力できるか見てみましょう。それではミニ HDMI ケーブル差し込んで、こちらポータブルモニターになります。では、モニターの電源入れます。ここ最近のやつはすぐそのまま映像出ますけどね、何の設定もせずに。あ、出ましたね。これで。で、モニターから音も出てます。では、軽くゲーム動かしてみましょうか。こんな感じでモニター出力することもできます。簡単ですよね。接続したらそのまま映像が出て音が出ますんで利用してください。それでは簡単ではありますが、システムの方を見てもらおうと思います。まずトップメニューのこの一番左、ゲームルームと書かれているのは初心者用のゲーム選択の画面になります。こちら D ボタンを押すと
現在ゲームデータを入れているエミュレーターだけが表示されるようになります。今僕は結構フルに表示されてるけども、例えば PSP の中にゲームデータを入れなかったら、ここに PSP は表示されません。そういう感じです。で、ゲーム選択したいよっていう時は、例えばじゃあファミコン、NES ですね。これはアメリカの言い方です。任天堂エンターテインメントシステム。日本でいうファミコンです。これを決定すると、このように入れているゲームが表示されます。そしてゲームを選択すると、そのままプレイスタートになります。例えばアトランティスの謎。こちらを選ぶと、はい、アトランティスの謎が始まると、こういう感じになっています。で、メニューボタンを押すと、各種どこでもセーブとか、いろんな設定をすることができます。ゲームをやめたい場合は、エグジットゲームを選ぶと、ゲームを終わることができます。はい、こういう感じですね。ただし、こちらのは、ライトゲーマー向けの設定になってますんで、コアとかが選べないんですよね。つまり、エミュレーターを選べないんですよ。ファミコンだけでもいろいろなエミュレーターがあるんですが、それらが自動で設定されていて、自動でゲームが起動しているので、ファミコンなんか、特殊なこう、プログラムというか、内部のチップセットの状況っていうのがあるんですけれども、それで動かないゲーム、動くゲームっていうのがエミュレーターによって結構いろいろあるんですよ。その辺が対応できない。でももうゲームを選ぶだけですぐ遊べるといういい部分と悪い部分があるんですよね。それではエミュレーターなんかも変更してそれぞれのゲームに完全に対応してゲームしたいよっていう場合はトップメニューのここ RA ゲームレトロアーチゲームですね、これを選択してください。こちらもゲームを入れてるものだけが表示されます。で、今回例えばファミコンありますね。まあ先はNESだったけどこの辺が統一感ないよね。ファミコン選びます。で、アトランティスの謎を選ぶんですが、ここの下に Y セレクトコアってありますよね。ここで Y ボタンを押すと、どのコアを使ってゲームを起動させますかっていう選択ができるんですよね。なので、初めのゲームルームの方で起動してもゲームが動かなかったものが、このコアの選択によって起動するものもたくさんありますんで、この辺は使い分けをしてください。そしてこちらのアップセンターを使うと、音楽を聴いたり、ビデオを見たりすることもできます。この中でミュージック、こちらを入れると、内部にミュージックフォルダーがありますので、そこから音楽を聴くことができます。これ今入れてるものを少しかけてみましょう。これフリー音源です。なんか前よりちょっとだけ音いい気がするな。で、他にもこちらはビデオですね。見てみましょう。こんな感じで、あまり重いデータの再生ってなると、カクカクしたりとか、ブロックノイズがひどく出たりするんですが、動画データを圧縮して小さくしてやれば、比較的ね、30分ぐらいの動画やったら全然見れるので、遊びで使う分にはなかなかいいと思います。そして意外に大事になるのが、この Apps と呼ばれるアプリです。これなんですが、ベゼルの設定とか、各種オートセーブ、オートロードとか、ターボキーとか設定できるんですよね。あと、シェーダーの設定、これはぼかしとかのやつですね。これがね、かなりね、強い設定になってるんですよ。中にレトロアーチっていうランチャーが入っていて、そこにも各種設定項目があるんですが、ここでいろんなものを設定してしまうと、レトロアーチの設定の上側から設定を塗り替えてしまうので、レトロアーチでいくら設定を変えてもね、反映されないんです。その場合は、ここで設定をし直してやると、反映されますのでご注意ください。これはね、僕ね、どうなんだろう、初心者向けにここでまとめてるっていう言い方はあるんだけれども、僕的には少し権限が強すぎるのかなっていう気がしますね。この辺はでも一応アンバニック社がもう統一してこれ導入してるので、うちらがどうこう言える部分ではないんですけれども、今言った通りのこう権限の強さになってるんで、これが一番強いので、その辺で設定が反映されないよっていう人はここを見直してください。さあ、それではね、こちら十字キーとアナログスティック格闘ゲームでどうなるかやってみましょう。では十字キーから見ていきます。柔らかいんだよね。ラウンド
お、え、意外に出る？え？嘘。最後真空竜巻出なかったけど、え、嘘。え、うわ、え、マジで。こっちが出にくいかな。待って、反対側もある。あー、こっちが入れにくいな。出た、一回だけ出た。意外に右の方が出やすい。こっちの方がこう全体がへこんじゃう感じがあるね。うん。あ、こっちもちょっと出づらくなった。あ、出た。今までの中では少し出しやすい方だと思うけど、やはりこう懸念してた通り全体がひっついてこうついてきちゃうので出しづらい。だから軽く押して外側をなるべく滑らせるようにすると出るね。ではアナログスティック、さあ救済措置になるでしょうか。こちらがえ、あれ、真空竜巻出えへんな。こっちはスムーズやけどな。まあ出るかな。入力の精度的には特に問題はないと思います、アナログスティックは。でもこことここの差がかなり離れてしまったので、で元々アナログスティックはこっちにあったので操作が少ししづらいなっていう感じはします、触ってて。なので入力精度は問題ないけど、こちらの指の入力精度が少し落ちる感じがありますので、わざわざ、でもそうだな、僕の感覚的にやって82%ぐらいの感じかな。なので全くできないわけじゃないし、慣れてきたら技出ると思うんだけど、すごいこれで格闘ゲームやろうと思ってる人にはおすすめしない両方のコントローラー系になってますんで、この辺はご注意ください。さあ、それではですね、各種設定見てもらったんで、どんなゲームが動くか見てもらおうと思います。それではゲームプレイの動画をどうぞ。
ということでいかがだったでしょうか。見てきていただきましたのはアンバーニック社さんから出ています RGQXX になります。最後に簡単にスペックお伝えしておきます。 OS は Linux、 チップセットはオールビナー H700、 内訳は CPU が Cortex-A53、 4コア 1.5GHz、 GPU は Mali-G31MP2 650MHz、 メモリーは LPDDR4 で 1GB、ストレージはマイクロ SD カードに準拠します。2つスロットがあって、合わせて 512GB が限界になっています。ディスプレイは 720×720 の 3.95 インチ。IPS 液晶で OCA 技術が使われています。バッテリーは 3800mAh になっています。Bluetooth は 4.2、Wi-Fi は 2.4 と 5G に対応しています。金額が9499円。多分送料がね、1700円ぐらいかかると思うので、1万2000円ぐらいって考えといたらいいと思います。今これセール中の価格なので、セールが終わると高くなるので、ご注意ください。ということで、まあ、毎度の H700 のよくできてるチップセットの高性能で、なんとセガサターンも物によっては動きます。で、セガサターンはあまり鵜呑みにはしないでください。これは名作保証でクロックワークスとかナイツとかだいたい軽くてよく動くようになってるんだよね。エミュレーターがよくできているから。でも他のポリゴンの多いゲームなんかは全く動かないので、その辺はご注意ください。あとよく任天堂64のエキサイトバイクが動かないんですっていうメールが来るんだけれども、エキサイトバイクはエミュレーターがね、対応してないものがまだまだ多くて、64なんかもそういう風なセガサターンと一緒で、相性が悪いものは動かないという感じになってますんで、ご注意ください。その辺で言うとね、プレイステーションなんかはちゃんと性能に対して重さの具合で動く動かないっていうのが法則があるので、その辺は安心かなという感じがします。でワールドスタジアムなんかはいつも言う効果音と BGM が分かれていて、普通ならばどちらかが消えるっていう症状のゲームなんだけれども、多くのコアが用意されているので、この辺も簡単に動かすことができます。ただしね、やはりね、今回も OS に多くの不備があって、設定が保存されないんですよ。フルサイズとかいろんな画面サイズを変えてもそれがね保存されないんです。オーバーライドにしてもフォルダーの上書きしてもエラー出たりとかして保存されないので、やっぱりこの辺がなんかなっていう感じするんですよね。 H700 シリーズから中華ゲーム機デビューしようっていう人多いと思うんです。値段も安いしね。で、性能は低いんだけれども比較的よく動く。これは本当にアンバニックがよく見つけてきた H700 っていうのはなかなかコスパのいいチップセットなんですね。だからここからデビューするためにあるんだよね。で、たくさんのケースがあって、でどれか好きなやつ選ぼう、でも全部性能一緒やしって言って、初心者目線の入り口の中華ゲーム機なのに、肝心の OS がいつもその辺で初心者向けじゃないんですよ。結局カスタムファームウェア導入したらこの辺すべてクリアなるんだけれども、じゃあ初心者の人にいきなりカスタムファームウェア入れろって言うのって言うと、その辺がちぐはぐなんだよね。昔から中華ゲーム機っていうのは基本的に雑なもん出して、あとは有志によるカスタムファームウェア任せっていうのでずっと来たんだけれども、もううちなんかも紹介し始めて早4年、もう一般の人たちにもある程度中華ゲーム機っていうものが浸透してるんだよね。そこでアンバニク社って言ったら最大手で、しかも値段が安くて購入しやすいってなってるのに、 OS がグズグズでなんやねんこれってなってしまうともったいないなって思うので、確かに H700 シリーズなんかは僕も前サブチャンネルでクヌリの導入方法を紹介したと思うんだけど、クヌリ入れると本当にめちゃくちゃ安定します。で、使い勝手が良くなるので、クヌリもまあすぐにこのキューブダブル X 対応してくると思うんだけれども、せめてね設定の保存なんかはできてもいいんじゃないのかなって思うんですよ。で、初めにもお伝えした通り、あまりにもこの OS の権限が強すぎて他のやつが台無しになっちゃうんだよね。で、それもじゃあ初心者向けにやってんのっていうと、結局それが足引っ張って初心者には面倒な状況になってるっていうので本末転倒なんだよね。だからもう個人的にはあのわけのわからんアップ設定、一番権限の強いあれもなくして、普通にレトロアーチ上で物事保存させてくれたら、レトロアーチの情報っていうのはネットにもたくさん溢れてるので、
そこで初心者の人も調べて対応できると思うんだけど、アンバニック社の独特のアプリ使って権限が強い設定があります。で、しかもそれがいろんなもの邪魔してレトロアーチの設定もできへん。で、じゃあそのメインのアプリの権限強いやつにもその設定がないってなると、もう全てがグズグズなんだよね。だからそうなってくるともう何がしたいのかわけ分かれへんようになってくるんで、アプリですごく権限強くて初心者目線にしたいならば、そこをしっかりとしてから出さないといけないし、それがいつまでだってもできないのであれば、もうこういうアプリは僕はいらないと思いますんで、ここはもったいないなと。救済措置でカスタムファームウェアがいいのがいくつかポンポンと出てるので、カスタムファームウェアさえ出ればどうにかなる問題なんだけれども、やっぱりこの辺僕は詰めるべきなんじゃないのかなと思います。で、この WX シリーズにとても否定的な意見がある方々もおられるんだけれども、僕は全然そうは思わないんです。今まで多くの機種が出てきて性能はいいんだけれども、ケースのデザインが嫌だって言って過去の低性能のものを使ってるっていう方も多くいらしたと思います。僕もそういうのあったので、その中でこの H700 っていうシリーズでいろんな名作の人気のあったケースで自分で選べるっていうのは僕はとても楽しいことだと思うし、なんかアンバニック社がこれで手抜いてるって言い方もあるんだけれども、確かにリスクが少ない商売はしてると思うんだけど、ユーザーにとってはプラス以外の何でもないと思うんだよね。だからここに対してアンバニックが手抜いてるっていう言い方はなんかとっても僕は意図おかしいって感じがするんだよね。手抜いてるというのであれば、この OS の部分の手抜きとか雑さっていうのは指摘されて叱るべきだと思うけれども、メーカーがユーザーが選ぶ幅をとても広めていろんなところに出してるっていうのは全く手抜きではないですし、実際今回もケース変えてるんだよね。これしっかりと上下、これをなんで手抜きっていうのかなっていうのはとても不思議な感じがしますし、これが手抜きなのであれば、もっともっと世の中に日本製でも手抜きの商品、手抜きなゲームって山ほどあると思いますんで、そこはなんとも僕は違う感じがしています。あかんところはあかんって僕は指摘こうやってするけれども、そうやって間違ったなんかわけのわからん指摘っていうのはなんか不思議な感じがしますね。で、こちらのアンバーニク社から出ています RG キューブ WX は現在セール中なので、欲しい方は、動画の下の概要欄のところに商品リンク貼っておきますんで、早めに買うことをおすすめします。この動画で初めておじいさんのこと知ったよーってしたら、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら、またねー。